須田健次郎は日本の俳優、声優、大阪府出身。芸能事務所はアンドステアに所属。幼少時代をジャカルタで過ごした経験を持つ。明治大学文学部文学科演劇学卒業で、もともとは映画を撮りたいと思っていた矢先に演じる。方にも興味を持ち演、演劇研究所専攻科を受けて合格し、演劇活動に熱中する。 行政所卒業後は舞台系の事務所に所属していた。その際にオーディションの話があり、1995年のテレビアニメ H2 の野田敦志役で声優デビューする。以降は声優業を中心に舞台やテレビドラマ、映画に出演、他にもテレビ番組や CM でのナレーションやラジオパーソナリティなど多方面で活動している。 2019年2月2日公開のドキュメンターテイメントエディライブで映画監督デビュー。2021年第15回声優アワードにて主演団優勝を受賞。同年4月2日、元宝塚歌劇団の七海博樹などが所属するアンドステアに移籍したことを発表した。ゲームデス・ストランディングの収録現場で総監督を務めるゲームデザイナー小島秀夫や 大ハードマン役で共演する声優、大塚明夫から、健忘と呼ばれていることを、自身のツイッターで明かしている。数日後、津田のツイートに変身する形で、同じゲームのデッドマン役で共演する声優、石住明彦も、健忘と書いている。映画は、撮ることも見ることも好む。中学時代から映画館に通い始め、高校までは、古い洋画を、大学入学後は、 アート系映画を中心に見ていたが、基本的にはノンジャンルとのことである。舞台役者として駆け出しの頃に出会った一般人女性と結婚しており、現在は二児の父親である。結婚を公表しない方が家族を安全を守れるという理由と、津田の好きな役者に私生活の見えない魅力があった人物が多く、自身もそういった表現者になりたいという思いから、 結婚していることは公表していなかった。2020年7月、一部週刊誌で津田の結婚に関する記事が掲載されたことを受けて、自身のインスタグラムでこれらの事実を公表することとなった。ふとじはメインキャラクター。担当俳優映画、ドラマアニメはインターネット配信。ありがとうございます。